んにちは。内藤証券株スタン7110より2月20日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比128円高の 21,431 円で取引を終えました。昨日の米国株高を受けて、今日は日経平均節目の 21,500 円に接近する場面もあったのですが、そこでは利益確定売りも見られまして、方向感に乏しい一日となりました。そんな中で、今日の内容はですね、東証一部銘柄の、株価の位置確認、それから、利益成長を続ける銘柄を一つご紹介させていただきます。では現在の日経平均株価の位置を冷やしチャートでご覧いただきます。こちらご覧ください。はい、日経平均株価、株価が戻り歩調継続で、じり高が続いております。ただ、東証一部の売買代金は盛り上がりに欠けまして、活況の目安とされる 2.5 兆円から3兆円をなかなかこう突破できない日が続くといった状態が続いております。やはりこういった背景には企業業績が弱含む中での株価が上昇しているということで、投資家は相場に対して疑心暗鬼の状態がまだ続いているのではないか、このように見ております。急騰なかなかしづらい状態ですね。はい、では現在の株価の戻りはどのぐらいか、この昨年来高値から12月安値までの下落幅に対する戻り率で見てみたいと思います。こちらご覧ください。はい、昨年来高値からの下落幅に対する戻りです。日経平均株価は 42% 戻ってきました。トピックスも戻り歩調なんですが 39% と、日経平均と比べると戻り率は低い状態が続いております。やはり東証一部全銘柄の地合いを示すトピックスが、まだこうなかなか上昇しきれないということで、全体の中長期的な地合いの好転というふうには、まだこう言いかねるんですけれども、トピックス、地合い全体が改善してくるかどうか、ここは今後注目していきたいところです。昨年来高値、トピックスは1月ですから、そこからの下落幅に対する戻りということになります。ちなみにやはり下落幅に対して 50% 半値の戻りにならないと、やはりこの先の一段高というのは期待するのはまだ早いということですので、 50% の価格を示しますと、日経平均株価は 21,713 円、トピックスは1663ポイントです。ここまでの戻りがあるかどうか、目先テクニカル的なポイントになるというふうに考えております。ではですね、日経平均株価、この18年10月の高値をつけた日から、高値をつけた10月1日からですね、昨年の10月から昨日までの価格帯別出来高の累積の状況を見ていきたいと思います。こうして見ると累積のしこりがあるのが21,700円から21,900円のところに大きなしこりがあります。で、この21,700円というのは、今前のページでお見せしました、この半値戻りの水準なんですよね。ですから、やはりこの水準では投資家に意識されやすい水準ということで、戻り売りも出やすいのかもしれません。投資家の値覚えの水準ということで、21,700円から900円のところ、意識されやすい価格水準と言えそうです。では改めて日経平均株価の長期のトレンドを確認してみたいと思います。2016年10月、英国の EU 離脱を問う国民投票が行われた時、それから同じ年の11月、アメリカのトランプ大統領が大統領選に当選した、この2点の安値を結んだ上昇トレンドラインを引いております。そこを今の株価は下回っておりますので、下降トレンドの中の戻り歩調というところで、まずこの 50% まで戻れるかということを今お話ししました。半値戻しまでいけば再び上昇トレンドに戻る可能性も一つ、期待も高まってくるということで、この全体感も一つ押さえておきたいところです。で、トピックスなんですが、やはり戻り率が低いということもありまして、この下落からの戻り、まだ小さいですね。
数字ではなくこのデータで見てもお分かりいただけるかと思います。でトピックスの方が日経平均よりも相対的に弱かったためにこのあたりでは NT 倍率が上昇しまして相場の地合いもトピックス全東証一部全体が弱含んだという相場付きでありました。でこの先トピックスがこうもう一段戻れるかどうかというのはやはり企業業績の動向が左右されると思います。企業の3月期の第3四半期決算発表がほぼ終わりました。来期の見通しが本当に見えてくるのは本決算のところなので、まあ、4月以降ということになりますけれども、そういうタイミングを考慮するとトピックスの方が今戻りが弱いのは必然なのかもしれません。トピックスのトレンドも日経平均と合わせて見ておきたいところです。で東証一部銘柄の全銘柄個別銘柄を見た株価と移動平均線の位置関係を見るとおおむね1か2か3に含まれている銘柄がほとんどです。上昇トレンドを継続しているのはまだまだ少ない状態です。株価が移動平均線よりも下にあったのが13周線上回って戻り率が比較的高いものでもまだ52周線の下にある銘柄が多く見られております。戻り売りをこなして一段高となるのか注目したいところです。はい、ということで本日の個別銘柄をご紹介します。本日はですね、他の銘柄よりも早く安値をつけている銘柄で、今年は勝負の年と社長がこう位置づけている花王、こちらをご紹介したいと思います。資料こちらをご覧ください。花王、皆さんご存知の企業で生活必需品や化粧品、紙おむつ、メリーズなどのメーカーですね。で、事業セグメントは大きくコンシューマープロダクツとケミカルとなっておりますが、まあ、メインはコンシューマープロダクツです。で、このコンシューマープロダクツは何をやっているかというと化粧品やスキンケア、ヘアケア、それからヒューマンヘルスといいまして、まあ、洗剤ですね。それからこちらのトイレ用製品などこういったものからなっております。皆さん生活の中でどれか一点は使っているのではないでしょうか。で、今期の業績、売上高、営業利益、5% 増収、8% 増益、そして配当金、今期も増配を続ける見通しです。で、先に今日は株価を見ていただきましょう。株価、他の東証一部銘柄は18年12月が安値なんですが、花王は10月安値をつけて12月は10月安値を下回らずにその後戻り基調が続いております。12月の戻り高値8620円を目指してもおかしくないところまで来ましたけれども、ここを突破するためにはやはり今期の施策が必要になってきます。その施策の内容を見ていきましょう。今期社長が今期勝負すると言ったのはいくつかあるんですが、その中の大きな2つ、紙おむつと化粧品です。紙おむつ、昨年は中国の EC 法に大きく左右されました。中国の業者が日本の商品を大量に売って電子商取引所で転売していたんですが、それをする業者は事前に登録、納税義務が課されるようになったんですね。で、その前に業者さんはメリーズをこうメリーズの在庫を処分しようと安価で販売しました。そうするとメリーズは正規品が売れにくいなってくるんですが、花王はブランド価値毀損を避けようと、価格を下げることはあえてしませんでした。ですから今期メリーズのブランドを維持するための価格設定、それから取り組みに注目が集まりそうです。で、化粧品ブランド力の強化、商品の選択と周知をしていくと思います。営業利益、それから EBITDA 右肩上がりです。本業でキャッシュを生み出して、それから設備投資もしまして、営業キャッシュフローベースの成長が続いております。こういったトレンドの違う銘柄を選んで見るのも面白いかもしれません。はい、ということで本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。